セリエナ防衛戦、ついにやってまいりましたイベルカーナ戦ですね。まあ、イベルカーナ戦といっても防衛戦って書いてある通り、まあ、直接攻撃とかはしないんだろうな。こっちで太刀で攻撃とかじゃなくって、ドラマグダラオスの時みたいに多分ひたすら大砲撃ったりとかするんでしょうね。まあだから追い払っておしまいなんだろうね。まあ作業着ですねまだ見てもいないのに勝手に判断してますけど、まあ大丈夫でしょうきっとね。特別まあ罠とかも使えないだろうからあれですけど、持ってっても意味ないかもしれませんけど。で今回の防具はですね、はい、EX ディノイエローシリーズということで、ディノバルドの亜種の防具ですね。防御力は837ついてて、攻撃力は今927ですね。アンジャナフの武器ですね。もう何て読むか分かりませんけど。んで、クーちゃんはですね、こんな感じで、イテサスか。レイギエナの防具にしてます。かわいいね。なんか久々にクーちゃんの、ま、ちゃんとしたというか、ね、何も、兜とかを被っていない顔を見た気がしますけど、こんな顔してたんですね。自分の猫なのに全然覚えてなかった。さあ、行こう。おお、もういるじゃん。おお、まさかこんな近距離にいると思ってなかった。いや、これやられちゃうんじゃない、大丈夫。おお、ソードマスター出た。相変わらずの尻尾攻撃だ。ってことはこれあれか、大砲とかで戦うんじゃなくて直接もうドラマグダラオスの時とは違うんだね。じゃあ普通に攻撃できそうですね、イベルカーナに。うおー危な、来た、カブト割れだ。そいやー、何やりよるでしょうね、コリウですからきっと。どっちかっていうとあれなのかな、ラオシャンロンとかシェンガオレの時みたいな戦い方になるのかな。先生、タバコメ終わりました、撃てます。撃て、お、てい、おお、集中砲火、これ私の出番ないんじゃないかおお、閉じ込めた。大丈夫、先生死なないよねこれ。待たせた、守備を。じいちゃん、先生が。それは先生一人で戦ってたからな。時間を稼げ、それがお前のなすべきことだ。まあそうだな。激流後方を組み上げるまでに時間が必要だ。防御壁を守り切ってくれ。イベルカーナがどれほど危険かを知るお前だからこそ頼みたい。つまり一人で突っ込めと。お前たちは組み立てを手伝ってくれ。一刻も早く完成させるんだ。はい。ここで奴を押し返す。セリエナを守るんだ。何としても切り抜けるぞ。ああ、私だけ行くことになるんですね、これは。防御壁を破壊させるな。うん。激流後方完成まで足止めするぞ。それは大体何分ぐらいですか？配置完了。お？おお。高速バリスタも準備完了。おお。まずは奴をひるませろ。いるんならバリスタで拘束するぞ。はい。高速は俺たちに任せるって。うわ。とは言うけどさ。とは言うけどあんたらね、ちょとりあえずこれ普通に戦ってればいいのかな、よくわかんないけど。あ、痛いな、結構食らってんな。まあ相手がイベルカーナってこともあって火属性の武器を今回持ってきましたけど、どうなんですかね、火属性がそもそも弱点なのかどうかも知らないっていうまあしょうがないよね、新しいモンスターなんでね、全然情報がないもんね。いや、クーちゃんね、罠は意味ないんじゃないかじゃあスキル変えてこいって話なんですけど。おーおーおお、よいしょ、ほら
まあでも大体尻尾で攻撃してくるっていうのは分かってるんで。あ、ちょっと待って、あ、そうか、あと打ち消しがいいのかこれ、もしかして。あれ違ったっけな。もうイベルカーノも戦ったのずいぶん前の話なんでね、だいぶあれから日数が経ってしまったので。あー、おー、なんかやたらと、お、あれこんなのやってきたっけ、こんな壁みたいなやつ。へー、厄介ですね、近寄りにくくなってますね。あんまり尻尾で攻撃しとこないけど。あ、来た来た、行ってるそばから。よいしょ。なんかすごい前と戦った時と場所が違うからかもしれませんけど、すごいなんかこいつこんな真っ白だったんですね、体の色。まあ前はあれか、流血症の地で戦ったんで若干ね色味が、あおう、違うのかもしれませんけど、ちょっと待ってね、これはまずいよ。ちょっと待って、はい、すげえ思いっきり防護壁に突進してますけど、よいしょ、いけるかな。あ、ダメだ、あと1分、あと1分しのがないといけないんですね、これは。よいしょ、ショット。ひるませろって言ってたけど、もう全然ひるまねえな。全然ひるまねえけど、ちょっと待ってね。うーん、吠えるか。よいしょ、お、くーちゃんナイス、これは使えるんじゃないか、これワンチャンありえる。飛んでる時に使いたいですね、できれば。おおいおいや、打ち消し、ここかな、ダメだ、くそ、打ち消し食ってて使えなかったんだけど。よし、もう一回飛んでくんねえかな、ここだ、落ちた落ちた、オッケーオッケー。やっぱり空飛ぶコリはみんなあれなんだね、閃光弾に弱いんですね。よいしょ、いいね、いいぞ。うわ、めんどくさいね、一直線だけじゃなくて周りにもこうメキメキメキっつって氷のなんか柱じゃないけどなんかせり上がってくるんですね、なんかモコモコモコっつって。うん、使用可能なのは分かりましたけど、はいはい、え、私はどうすればいいのそれ、なんか、え、勝手にやってくれるんじゃないのか、結局自分で、あ、これか、移動式速射バリスタ100発撃てんの、すごいね。これはどうやって、え、もうここで撃っていいのかな、あ、いけるいける、おー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 、どうやって撃つんだ。どうやって撃つの、ここ、おお、いった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 、その調子で攻撃を続けてくれ、なんか別ゲーが始まったぞ、いいねいいねいいね、おー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 、おーおーおーおお、なんか地味なんか地味あ、これで終わり、でこの上にあるのは何だい、この上は、あ、なんだよ、あんのかい、先に行ってくんないかな、高速弾どれ、あ、成功したのね。おーおーおーおお、そうですか、どっちここん、ん、何をすればいいんだい、燃料の装填は任せた、うん、高速が解ける前に燃料を装填するぞ、燃料装填、キャンプの向こう、ここ、これ、これアイルーンが見えるか、あそこが激流後方の燃料置き場だ、ほんほんほん、あと2回燃料を装填すれば完了です、俺はバリスタで足止めする、うん、みんなあと一息だ、行くぞ、え、結局私は何をすればいいんだい。私はそのアイルのところに行けばいいのね、よくわかんないけど行くよ、おお、でこれ何すればいいの、おい、で、ん、装填、ん、ちょっとこれどうすればいいの、こっち、ん。ちょっとさ、説明をちゃんとさしてくれてるのかな、これは、え、これどこに持ってきゃいい、こっち、 あれかここにぶち込むってことだよね、きっとね、誰もいないんだけど、これでしょう、きっと、ほら、できた、
大きさの割に弾ちっちゃくね。燃料の装填を急げ。ああごめんなさいね。気をつけろ。司令官、防御壁の耐久値が限界です。はいはい、ちょっと君もなんか笛吹いてないでちょっと運ぶの手伝ってほしいんだけど。もう防御壁が突破されたぞ。マジで本当だ。燃料の装填を急げ。急いでるって。気をつけろ。これあらかじめ装填しておけばよかったんじゃないの。はい、できたよ。で、どうすりゃいいの。おお、イベルカのこっち来ちゃったぞ。おいおいおい、あ、で、なるほど、そういうことか。了解。ここにおびき、え、タイミング難しくねえか。え、どうやってやれんの。装填完了。起動スイッチ、準備よし。高速成功。お、激流後方撃て。撃つ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 からさ。わかってるよ。おお、痛そう。かわいそうだな、なんか。やっとできた。これは激おこじゃないか。あ、逃げてった。ちょっとかわいそうだった気もするけどね。お、くーちゃんかわいい。先生は？あ、同じこと言った。あれ式でくたばる男か。よく切り抜けたな。ああ。でも切り抜けただけだ。言うようになったじゃねえかって。そんな顔してましたけど。よくやってくれた。聞いてくれ。イベルカーラを退けることはできた。だが奴が次にいつ暴れ出すかはわからない。急がないと危険だ。奴の居場所は渡りの池地奥だ。追撃の任務、精鋭たちに託す。これでやっと普通に狩りに行けるのかな。全然関係ない素材が、素材というかアイテムがもらえるだけなのね、これは。まあ、いや、もらいました。おお、ハンターランクも上がった。まったく、お前はすごいな。だろ、皆をセリエナを守ってくれた。まったくだ、私一人で立ち向かったからね。お前と、そして5騎団全員に感謝するよ。ありがとう。イベルカーナの居場所は分かっている。渡りの伊手地だ。おお、そこに積み方がある。たった今精鋭たちに向けてクエストを依頼した。お前にも届いている。ああ、じゃあ正式に行くんですね。これで十分に準備して慎重に向かってくれ。そして無事に戻ってくれよ。まあ結局私一人で狩ることになるんですけどね。おお、全くですね。ただ野にも山となるのも私なんですけどね。だからさっきから言ってる通り、ご注意を。はい、注意しますよ。じゃあ次が本ちゃんですかね。あー、もうなんて読むか分かりませんけど、氷の竜でいいのかな。氷竜って言われてたよね。渡りの伊手地でイベルカーナの討伐、ついに来ましたね。討伐ですね。大変なんだろうな。